安倍晋三の縁故主義で豚うんこのへつらいが蔓延。日本国民だけに起きたことじゃないんだね。香港は中国が治安維持法を出して市民を弾圧している。1930年代の暗い日本帝国と同じだ。宗帝さんも自己主張できない。警察の暴力に遭う香港の市民ひどすぎる。香港市民全員で中国に抵抗していると思ったんだけど、中国の側につく人も多いんだってさ。ジャッキー・チェンもその一人。ジャッキー・チェンといえば香港を代表する映画スター。ジャッキーは中国にへつらいごまをすっている。私も中国共産党に入れてくださいって冗談じゃない。アグネスちゃんって知ってる？香港の人だよ。1970年代に日本で歌手、アイドルだった。アグネスは香港の市民と一緒に頑張ると思ったんだけど、今は中国の香港弾圧の統治を認めている。アグネスにがっかりしている人が多いよ。世の中にはへつらう奴がいっぱいだ。自分の生活が大事だから黙っているだけじゃなくて、権力者にすり寄っていってごまをするんだ。日本の芸人を見てごらんよ。どうしようもない。こんなバカなことしていると日本の民主主義は死んでしまい、自民党の権力者の好き放題になっちゃう。自民党の権力者とへつらい芸人から日本を守ろう。